やってるんですけど、それのね実況アナウンサーってのやってたんですよ。だからそれはね、例えばこう広場なんかでみんなお客さんが集まるじゃないですか、はい、そしたらそれにこう生声でというかこう声で解説を聞きながら、うん、まあ、映画の弁士みたいなもんですか、うん、あそうですね、そんな感じでやってたんですよ。だから、こうリング上がボケで、まあ、なんですか、解説がツッコミみたいな。例えばこうリング上でね、要するにプロレスだから、お前今日は試合お前さ立てないようにしてやるよとか、ぶっ潰してやるとかこう言い合ってるじゃないですか。そしたら、さあ木村君と中西君、実生活では大の仲良しでありますとかね。あ、そう。そういうことを言うわけですよ。さあこのプロレス同好会に入ってることはまだ実家の親には言っていないぞとかね。単位が危ないとか、留年決定でありますとか、面白い面白い、そういうことを言うと、別にプロレスとか知らなくても、面白いじゃないですか。面白い。だから、それでね、結構、なんていうんですかね、結局お笑い芸人になるのも、それがきっかけでなんかこう、味を占めたというか。だから結構つながってるんですよ、ね、なかなか礼儀正しいですし、いやいや、やっぱ育ちがいいんですかね、いいですね、さすが立命館ですね、立命館ですね、うちの親父もね、大体学校の先生だったんですかね、そうなんですか、はい、で一度卒業して、ちょっとはサラリーマンの時代あるんですか、そうなんです、2年間ね、普通に大阪のね、ね、コマーシャルの制作会社っていうんですか、ね、あ、でも業界ですね、はい、ちょっとね、近いんですけどね、それにね、2年間営業やってましたよ。へえ。ダメな営業でしたね。全然もう業績上がらずに、その頃まだポケベルですかね。ポケベルを持って、まだ携帯ではない、あんまりないですね。そうですね。ビビビビうるさいわけですよね。そう。でもあの音だけ鳴るやつね。でよくコンビニで立ち読みしてるとビビ鳴ってね、と慌てたりして、よくやってましたね。へえ、はい、うん。でもやっぱりお笑い芸人になりたくて。そうですね。でその時に友達、大学時代の友達がお笑いライブがあるんで、見に行かないかって誘ってくれて、でそこでねテレビに出る前の雨上がり決死隊さんとか、うん、藤原さんとか浅草キッドさんとか、そういう方々がね出てたんですね。まだそんなに人気の出る前、出る前で結構ね、プロレスの実況なんかで人を笑わせる、こう快感っていうのは知ってたんで、はいはいはい、やってみたいなっていう、そうなんですよね。でもね、そこからがスタートですもんね。はい、よく頑張りましたね。ここいやいやいや、まだまだ頑張らないと。やっぱでもプロになってね。そうですね。ね、でもやっぱり親とかはやっぱ最初はやっぱりやめろって言ってましたし、まあ、今でもね、そんなに、まあ、今はちょっとさすがに応援はしてくれてますけど、はいはい、最初はだってうちの実家化粧屋なんですよ。へ、だから僕は東京に住んでたんですけど、はいはい、息子さん何されてますかって聞いた時に言わなかったですよ。その職業、はいはい、東京に住んでます。東京に住んでます。あ、すぐ話変えるんですよ。東京に住んでなんか元気にやってたんですけど、なんか最近ちょっとね地震多いですねみたいな、なんかすぐ話変えちゃうんですよ。でも最近はちょっとずつ、あ、なんかお宅の息子テレビで見たよみたいな、そう言われてやっぱりすごい嬉しいでしょ。いや、逆にもっと出なさいみたいな、ああ、もう足りないと。そうです。これから、はいはい、これからですよ、50代60代向けて、どんな芸人さんになっていきたい、こんなことやりたいみたいなのあったら。これはね、僕は本当にまあ、毎年そのねライブをやってるんですけど、はい、やっぱりね、小路きまろさんって方が、やっぱり50代になられてブレイクされたんですよね。そうですね。でそれまではあんなに面白い方が、はい、下積みがね、そうですね、長くていろんな、はい、ところで回って、はい、花開いて、こう中高年の星になられたじゃないですか、はいはい、で僕がまあ金丸さんよりもまあ10いくつは下の今40代なんですけど、やっぱり今の年代っていうのはね、結構音楽も結構ね、まあ、若いというかね、そういう好きな音楽っていうのは意外とね、もうサザンオールスターズをねずっと聴いてきたりとか、なんで知ってるの、そういう年代じゃないですか、そうですね、昔のね、はいはいはい、なんかこうお年寄りになったらこういう音楽聴くとか、そういう年代じゃないじゃないですか、はいはい、趣味も結構ね、お笑い番組も見るし、はい、おしゃれもしたいしっていう、はい、そういう年代になってくるじゃないですか、はいはい、だからそういうね、方々のための今若いお笑いがね、うん、なんか笑いって若いものみたいなとこあるじゃないですか、うん、20代30代、はい、じゃなくて40代50代の方が笑えるお笑い、漫談っていうものを全国回って、うん、いいっすね、
やっていきたいんですよ、この世代で。いいじゃないですか。まだまだこの年代も元気だよ、うん、ね、全然あのね、その頭もね鈍ってないよ。まだまだいろんなアンテナ張り巡らして、ね、もう部屋は鈍っても、そうそうそう、ハートは若いよ。髪の毛減ってもね、ちょっと待ってください、関係ないで、まだまだね、はいはいはい、まだ全然ね老け込むようなね、うん、いや本当ですよ、年ないじゃないですか、うん、そういう年代だって。それこそあの昔だったらね、うん、あのフィギュアとかおもちゃ集めてたら、うん、そんなの卒業しないって言われてたけど、うん、多分もう僕らはそういうのを、あ、今ね、持ちながら50代60代右か集めたりとか、なんかいろいろね、うん、少年ジャンプ読みながら50代60代になっていくような、そうですね、確かにそうです、アニメ見ながら、はい、そういう年代なんで、それをあのネタにするようなお笑いをね、うん、あのしていきたいなとね、これ思ってるんですよ。あとそういう方が今までいないですね。いないんですよ、なんか若い人だけだったでしょ、うん、そうそう、チャンスじゃないですか、うん、ねえ、いいとこ目つけてますね、うん、それをね目指そうかなと、うん、はい、ね、同じ年代が喋ったらね、やっぱりね、うん、聞いてくれる人いると思うんですよね。あ、いますね、うん、ぜひ頑張っていただきたいですね、はい、頑張ります。もう注目していたいと思いますね、はい、もう、もっともっとメジャーになっても来てくださいよ、この番組。そうですね、いや、もちろんですよ、お願いしますよ、はい、毎回ゲストの方にですね、はい、座右の銘を書いていただいてるんですが、うん、今日ちょっと色紙の方もご用意させていただいたんです、はい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 、筆ペンでよろしくございますか、はい、そうですね、ちょっとあの座右の銘とちょっとサインをお願いしたいんですが、はい、サインはこれはもうご自身の得意でいいんですか、はい、これでもバランスがね、僕らお笑い芸人あんまりあの、座右の銘書かないですからね。あ、そうですね、意外とあの字が ねなんとなくやっぱりこう立命館大学産業社会学部卒にしてはかなり字は下手かみたいな線が細いぞみたいな、あの太い人が出ないじゃないですか、はい、ごめんなさいごめんなさい、ちょっと待ってください、はいはいはい、まだ読みませんからね、はい、じゃあ皆さんにご披露いただければと思います、はい、ゆるよか超特急さんの座右の銘は、はい、人生に無駄毛なしということでですねあ、違いましたか、あ、無駄なしですね、無駄なし、はい、悩んだのはこの無駄のとこでしたか、そう、無駄がね、あの駄がねちょっとね書けたんですけど、と間違ってたらあのかっこ悪いかなと思ってカタカナにしてきました、はい、あ、人生に無駄なしと、そうですね、あの僕もねプロレス単にね、はい、好きで見てたんですけど、はい、あのね単に自分が好きだからこういろんな情報とかいろんなレスラーのこととか勉強してたんですけど、それがね後でこう役に立って実況がねできるようになったりとか、うん、自分がこう好きでね趣味でこういろんなやってることでも、僕らのことっていうのはね、例えばあの勉強のことなんてもそう、何でもこうネタにできるじゃないですか、本当ですね、ね、だから、あ、これなんか無駄だなとかね、いうことは全くないし、その無駄にするかしないかはなんか自分次第かなと、ね、だからやっぱりそのね、うん、大阪時代営業マンとして2年働いたこともこれ結構いい経験になってるんじゃないですか、その頃の人が、うん、あの同期だった人とか、うん、未だに見に来てくれたりするんです、嬉しいでしょう、あと CM 会社に勤めてたりするんで、はいはい、あの仕事くれたり嘘、あ、近いからね、ね、あの、キャスティングにとか、そういう、もっとね、もっとあのくださいっていうところも言いたいんですけどね、もっともっとくださいって思うんですけど、そういうこともあるから、やっぱ何でもね、そのつながりっていうのは、やっぱりね、うん、一期一会ね、大切ですね、そうですね、人のつながりはね、はい、ちょっとね、なかなかこんないいこと言わないんですけど、相方チャンネルさんですから、いや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 、はい、ちょっとね、あ、そうですか、うん、でもね、本当、人生に無駄はないと思うんで、はい、これからもぜひ頑張っていただきたいと思いますけどね、毛のなくなったことによって、ネタもできたわけですから。そうですね、逆にありがたいですよね、でも逆にね、今またあの逆にありがたいですね、逆にあるじゃないですか、いろいろ、はい、あの和田彦さんがコマーシャルやってるとか、ありますあれでこういろいろやってったらこう戻ってきちゃったらどうします、たまにそれで悩むんですよね生えたらどうしよう、キャラが変わると、生えたらどうしようって多分そんなことで悩んでる、僕世界で一人だと思いますけど生えたらどうしようと思って、どうしたら周りのやつがいや大丈夫大丈夫って言うんですよ、ありえない大丈夫、ありえない、まあノアとかも頑張ってるじゃないですか、もう夜中見てますよノアとか、いい試合してるんですよ、いい試合、三沢さんとか同年代の小橋健太さん、ガンからガンから復活して今もうバリバリですよ、あの彼のね肉体って言ったら美しいですよ、はい、男は40からってね、あ、だ彼まだ40ぐらいですか、40です、あ、でもね、はい、頑張りましたね、全然これからまだね鍛えてね、ファンに夢を与えてくれますよ、うん、そうですよね、ね、うん、だからそういうのは同年代として、うん、あのスポーツ選手がね、まあそれこそ伊達さんがね、はいはい、また復活して、そう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 、なんかああいうのってやっぱり、いや感動しますよ、嬉しいですね、うん、うん、なんかああいう人の方がなんか夢を与えてるなって感じするんですよね、ね、うん、
そうですね、はい、魅力ながら頑張りますから頑張っていただいて、はい、本当に2週間にあたりどうも本当どうも、はい、ありがとうございました。